立教大学教授の、西谷治さんです。お願いします。立憲デモクラシーの会の呼びかけ人で立教大学の西谷と申します。まずはね、今日ももう本当に6年目ですけど、まずはね、今日も3月11日でここにお集まりの皆さん方にね、まず最初に敬意を表したいと思います。それとこの会を毎週毎週5年間やってきた、続けてきた半原連の人たちに本当に敬意を表したいと思います。それで今日本の社会も日本の政治もとんでもないことになっていて、もう崖っぷちの状況がずっと続いてます。でその中でデモで選挙で自民党が公明党が勝ったわけですね。で勝って今こういう国会で多数の議決を持ってやってるっていう、こういう状況の中で民主主義って何かっていうことをね、本当にここ示してくれてるのがこう今の半原連の活動だと思うんですね。まあ、だから原発問題の中身マターについてはね、私は話せませんけれども、でもここでその半原連が毎週毎週ここで声を上げているっていうのは何かっていうことです。民主主義って普通は投票でそれでみんなが賛成権を持つと、それで政治に参加すると、そしてそれだから国民がイニシアチブを持ったこういう政治制度なんだっていうことになってますけれども、一度代表を選ぶとその代表には権力が与えられるわけです。そしてその権力は一度その選ばれてしまうと勝手に使う。でこれは近代の民主主義の初めからねずっと変わってないわけです。だからこの民主主義を設計したり、あるいはそれを経験でねだん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 こう固めてきた、で作ってきた、その歴史的経験の中ではまず一番最初に三権分立っていうことを言われました。だから行政を担当する、要するに政府とね、それから法律を作るその立法府と、それから法律に基づいていろんなことを判断する司法っていうのを別々にすると。だからどの権力も恣意的なことはできないと、常にチェックされて、そして権力を制限されると、それが三権分立の仕組みなわけです。そしてその元になるような形で憲法を作って、そしてその憲法でさらに枠組みをしっかりして国民の意思が反映されるように、あるいは少なくともね、国民から権力を任されたからといってその権力が暴走してね、そしてむしろ国民を貸し付かせるような、あるいは奴隷にするようなね、そういう国にならないようにって言って、こういう仕組みがあります。そして一度代表を選んだら、そしたらね、必ずそこには裏切りというよりもね、要するに権力って魔物ですからね、勝手に使います。そしたらそれをね監視しなきゃいけないんです。で常に周りで監視しなきゃいけない。それと権力が何やってるかということをみんなが知らなきゃいけない。でメディアってそのためにあるわけです。ところが政府が言うこと、右ということは左とは言えないとか、そういうようなのが国のメディアの頂点に立ちます。それで他のメディアもそれに習います。でそうして監視の目っていうのが全然効かなくなる。で監視しようと思っても情報が流れないとかね、それで一般の雰囲気作られていきます。でそうするとね、とりわけ我々は日々努力して監視しなきゃいけないし、そして監視してそれに対して抗議を上げなくちゃいけないんです。でそのためにね、表現の自由とかね、言論の自由とかあるわけです。だから我々がね抗議することで、そして最後はね頼りになるのは司法なんですけど、抗議することで民主主義を実質化していかなきゃいけない。で今のような政府の時に特にそれが必要なんですけど、それを311以後ずっと支えてきたのがねこの集会だと思うんですね。だからとりわけ今日はこの半原連とこの集会に敬意を表してご挨拶にしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。立憲デモクラシー呼びかけ人の西谷修さんでした。